皆さんこんにちは、熱数多福井の清水です。今日はパンク修理キットの使い方のご説明をします。今回の3つはですね、この物質の中のこの板の下にパンク修理キットは入っております。こちらが空気を送るコンプレッサーとパンクの補修液です。この2つを使って修理していきましょう。今回担当しているタイヤはこの右前のタイヤ、ここに釘が刺さっていますね。パンク修理キットを使う時にはこのように平坦な場所で、なおかつこのパンクした場所が上に来るようにして使います。はい、それではこの2つを使っていきます。まずこのパンク補修液についているこのシールを剥がしてタイヤの見える場所に貼ります。次にこのシールを剥がしまして、コンプレッサーの中にある電源を取り出し、車に乗り込み、このシールを車の見える位置に貼ります。でシガーソケットに電源を差し込み、車のエンジンをつけます。戻るときにですね、こちらには書いてある、タイヤの空気圧、適正な空気圧を覚えておきます。で戻ってきたら、この補修液のこの突起とコンプレッサーの切り込みが合うようにしっかり差し込みます。差し込みました。そしたらこの白いやつを外し、タイヤの線に差し込みます。はい、しっかり差し込みます。次にこのコンプレッサーの電源をオンにし、適正な空気圧になるまで空気を入れます。空気を入れ終わりました。入れ終わったら80キロ以下で5キロほどゆっくり走ってください。でその後もう一度、これをタイヤに刺して空気圧を点検します。その時に、130キロパスカル以上あれば応急修理完了です。ですぐにお近くの熱を高いのお店に持ってきてください。以上です。ありがとうございました。